皆さんこんにちは。教えて工事の、工事正和です。わかりますでしょうか。今日はこういうフェースガードをして、いすみ竹炭研究会、今度認定 NPO 法人になりましたけどもの竹炭作りの作業のイベントで、三崎の榎沢にあります、大英寺にの裏庭というか裏山に来ています。ここの竹林が、荒れ放題だったんですけれども、これをこう整備して、森に山に林に空気を風を通してですね、森をそして大地を再生させる、それが、竹炭研究会の作業の一つであり、その伐採した間伐した竹をですね、今見えますでしょうか。窯、大きな窯状のものを四角に作ってですね、そこで竹炭に、焼いて竹炭にして、それを大地に還元する、あるいは農地に還元する、あるいはそうですね、いろんな例えばトイレの匂いの浄化等に使ったり、いろんなものに使ったり、河川の浄化に使っているというところです。こうした森林のですね、整備はですね、もともとその森林、山荒れてきました。農地も荒れておりました。その荒れた農地、森林からですね、流畜木となって、川から海へ、そして川が汚染されというか、流畜によって、埋まり、水害にもつながる、橋桁に引っかかったりします。それで海に続いて流畜木が海に散乱する、そして、川辺、そして海辺、砂浜、河口にですね、流畜木が堆積して、非常な環境問題になっているところ、それすらも解決していこうという形の、いすみ竹炭竹炭研究会、西澤雅美代表が一生懸命やってますけどね、今日はお邪魔して作業をしています。工事学生のフェイスガードで、暑い日に向かっていきたいと思います。今日議会中の真っ只中の、しかし3連休の日曜日、9月19日でございます。このところ教えて工事では、議会閉会中、議会と議会の間の過ごし方について、触れてきました。先日のはですね、議会閉会中にいろんな意見を聞いて、それを県に届ける、議会に反映する、国と市と県に調整をする、あるいは区、あるいは団体、そういったものに対しての調整をしていく役目であるという話をしましたけれども、今コロナ禍ですから、そんな会議がですね、なかなか行われなかったり、会合、懇談会、懇親会、意見交換会、情報交換会、要望活動、陳情活動、いろんな団体の総会、役員会、等々がほとんどないような状況、あっても免れない状況でありますが、通常ですとそういうところに出席してですね、いろんな意見を聞く、要望書を受け取る、そういう活動が多いです。ですからそういう各種団体に出て、いろんな団体、業界の悩み相談を聞くのが一つと、そうですね、地区ですね、例えば何々区とか何々地区とか区長会ですとか、そういう団体に出て、その地域の、例えばこういう林の問題、田んぼの問題、排水の問題、道路の問題、福祉の問題、独居老人の問題、子どもの問題、そういったものを聞いていく、あるいは役所の会議、農業、漁業、観光、そして教育現場、医療、福祉、環境、建設、市民相談、税務、財務、保険、水道、いろんな話を日々、協議、
会議、そして相談、陳情を受けて、それを県、市、国、団体、地域、個人、そういった形で、行ったり来たりしているのが私の仕事であります。で、いよいよ、議会も始まりましたから、じゃあ議会の、そうですね、始まる直前にどういう会議をして、どういうふうに議会に条例ですとか、あるいは質問をぶつけていくのか、そして実際の議会、会議、本会議、委員会、どういった形なのか、あるいは自民党はどう動いているのか、私の後援会はどう動いているのか、私の政策研究会はどう動いているのか、そして私個人、そして市議会議員との関係はどうか、いろんな問題に取り組んでいます。これは教えて工事ですから、どちらかというと政治、議会活動につながる話をしていますが、これから自民党の総裁選が始まりました。内閣総理大臣を決めると言っても過言ではない自民党総裁選、その後には衆議院の総選挙が必ず行われる予定です。その後は、いすみ市では市長選挙を行われるという大事な政治日程も詰まっておりますが、とにかくですね、この緊急事態宣言中でもありますから、この9月30日で緊急事態宣言が、解けるのか、解けないのかも含めてですね、そして解けたとしても今後まだコロナの対策、コロナの子どもの戦いが続くわけですから、そういったことですね、健康福祉の常任委員長として、担当部署を審議する委員会の委員長としてですね、きっちり対策をチェックしていくとともに、皆さんの意見を携えて、県に、あるいは医療業界、そういったところ、あるいは国にですね、あるいは市に、コロナ対策の提案、要望を届けていきたいと思っています。それでは、竹新民作りが始まってきたようでございますので、よろしくお願いをいたします。それではさようなら。